あなたは健康診断でクレアチニン、この言葉を見かけたことはありませんか？クレアチニンは一言で言えば腎臓の機能の低下や腎不全の指標となる数値で、クレアチニンが高いのに放っておいてしまうと腎不全が進行して、最悪の場合は人工透析となってしまう場合もあります。しかし健康診断の後でクレアチニンについて詳しい説明がなかったり、実は数値が高いのに気づかずに症状がないから大丈夫でしょうと受けっぱなしになってしまっていると、放置してはいけない数値のままでどんどん腎不全が進行するリスクが上がってしまう、こういうこともあるんですね。腎不全は初期は症状が出ないことも多いので、体に何の異変もなかったとしても安心できるわけではありません。クレアチニンは毎年の健康診断で見かける人も多いはず。一生活かせる知識なので、この機会にクレアチニンについて徹底的に理解しておきましょう。今回の動画を見ればきっとクレアチニンについて友人や家族にスラスラ説明できるようになるでしょう。こんにちは。予防医学チャンネルで今日も大事な大事な体の勉強をしていきましょう。今回のテーマはクレアチニンと腎臓です。毎年の健康診断で見かけはするものの、結局クレアチニン、この言葉が何を意味するのかよくわからず、毎年毎年健康診断の結果を頭にクエスチョンマークを浮かべながら眺めるだけになってしまっている人、結構多いんじゃないでしょうか。この動画ではクレアチニンの正体について、またクレアチニンに関する様々な疑問について徹底解説していきます。動画の最後にはクレアチニンが異常値の場合の対策や、どのくらいの数値なら病院にかかった方がいいのか、これについてもお伝えしますので、合わせてご覧ください。それでは早速解説に行ってみましょう。ではいきなりですが、そもそものクレアチニンの言葉の意味から説明していきます。クレアチニンとは、一言で言うと、運動などを行った後に筋肉から生じるゴミのことなんです。筋肉ってのはクレアチンと呼ばれるエネルギーを使って運動をしています。似たような名前なんですが、クレアチニンとは別物です。クレアチニンとは筋肉がクレアチンを使用した後のゴミとなる物質なんですね。まるでリンゴやトウモロコシを食べ終わった後の芯のような存在なんです。そして予防医学チャンネルでもたびたび取り扱ってきましたが、腎臓、この臓器の役割は大きく分けて2つ。リサイクルセンターとゴミ処理場。この2つの仕事をしています。例えばナトリウムやカリウムといったミネラルの成分は再利用できるので、腎臓にたどり着いたらもう一回吸収してリサイクルして活用していく。こういうものなんですが、クレアチニンの場合はもうほぼ 100% ゴミなので、リサイクルできないので、ほぼ全てが不要なのでおしっこに出ていってしまうんですね。なのでクレアチニンの数値を見れば、腎臓がどれだけゴミ処理能力があるのかということをかなり正確に反映してくれる一番最適な指標になるんですね。血液検査を行うことで、血液中にどのくらいクレアチニンが含まれているのかを測定します。そしてしっかり腎臓がクレアチニンを処理できている、イコール正常な腎臓の働きができているかどうか、これを確かめる指標になるわけなんです。ちゃんと腎臓が健康であれば、しっかりゴミであるクレアチニンをおしっことして体の外に出して、血液検査では低い数値になるはずですし、反対にうまく仕事ができていなければゴミが溜まって数値が高く出る場合もあります。なぜ健康診断でわざわざクレアチニンを測る必要があるのか、お分かりいただけたでしょうか。ではこのクレアチニン、結局いくつを超えると腎臓の機能が落ちていることになるのか、はたまた病院に行った方がいいのか、次に数値の見方について解説していこうと思います。予防医学チャンネルでは医者の見地から科学的エビデンスに基づいた医学健康情報を発信しておりますので、チャンネル登録しておくときっと役に立ちます。また40歳からの予防医学という中高年に必須の医学を一冊に凝縮した本も好評発売中です。本の方でもクレアチニンと腎臓について詳しい解説もしておりますので、ぜひご覧ください。
はい。では具体的にクレアチニンの数値の見方について解説していきます。で、まず最初にとっても重要な前提条件についてお話ししておくと、このクレアチニンの基準値にはそもそも一定ではなくてかなり個人差があります。先ほど説明したようにクレアチニンは筋肉が運動した後に発生するゴミです。ということはその人の筋肉の量によってゴミが出る量も当然違ってきますよね。例えば週に3回の筋トレが趣味の20代の男性とあまり運動もしておらず筋肉量が少ない50代の女性を比べると当然ゴミであるクレアチニンが発生する量が多いのは20代の男性の方ですよね。なので基準値としては20代の男性の方が高くなる。少し高くてもまあ正常だよということになります。このように年齢や性別によって基準値が変わってくるという特徴がある。まずこの事実を知っておいてください。そして実はこの年齢や性別も込み込みで腎臓の状態を評価できる項目があるんです。それが GFR というもの。日本語で糸球体ろ過量と呼びます。聞いたことがあるでしょうか。この GFR はクレアチニンと性別、年齢をある公式に当てはめると求められる数値で、その人の体重までは考慮に入れられないんですが、クレアチニンより正確な腎臓の機能を反映しているとされています。100点満点でどれだけ腎臓が本来の役割であるゴミ処理とリサイクルの仕事ができているか評価をできる非常にわかりやすい指標なんですね。場合によっては100点を超えてしまうこともあります。ただ健康診断を行う場所によってはこの GFR の数値まで計算しておらず、クレアチニンの数値だけがポンと載っている、こういう場合もあるんですよね。そんな時は日本腎臓学会が作成している測定ツールに自分の年齢、性別、そしてクレアチニンの数値を入力するだけで簡単に GFR の数値が求められるので、ぜひ健康診断の結果を引っ張り出してきて計算してみてください。簡単に15秒くらいでできると思います。例えば先ほどの筋トレ好きな20代の男性、彼のクレアチニンは 0.8 でした。性別と年齢を入れて計算をしてみると GFR は 95.2 と高得点になります。腎臓の機能に全然問題はないですね。次に50代の女性の GFR も彼と同じクレアチニンの数値として測定してみましょう。すると 57.1 という結果になりました。だいぶ点数が下がってしまいましたね。このように性別と年齢によって GFR の数値は全然変わってくるんですね。そしてこの GFR、何点以下だと注意する必要があるんでしょうか。慢性腎臓病の定義では、GFR は60を切っていると腎臓病に片足を突っ込んでいる可能性があるとされていますし、45を切っているとかなり腎臓の機能が落ちている恐れがあり、必ず病院に行った方がいいです。60を切ったら腎臓病の恐れあり、45を切ったら病院受診を。このように覚えておいてください。またそれでも計算するのがめんどくさいという人のために、クレアチニンの数値であえて判断する基準をお伝えしておくと、クレアチニンの基準値はだいたい男性なら 0.8、女性なら 0.6 程度とされていて、この数値が男性なら 1.2 とか、女性なら1とかを超えると要注意ですし、2とか3とかまで上昇してしまったら、何らかの原因で腎臓の機能が落ちている、この可能性が相当高いので、必ず病院を受診してください。ぜひあなたのクレアチニンの数値や病院に行ったエピソードなどコメント欄で教えていただけると他の人の助けにもなると思うのでよろしくお願いします。また尿タンパクの検査も腎臓の機能を反映している場合があります。本来タンパク質は腎臓でリサイクルするものなんですが、腎臓の機能が落ちているとうまくリサイクルが行えず、おしっこにタンパク質が漏れてしまい、結果として尿タンパクが陽性になる場合もあるわけです。
本当に異常がある場合と、運動などが原因で正常なのに尿タンパクが陽性になってしまう、2つの場合がありますが、尿タンパクが陽性だった場合は再検査を行って本当の異常かどうか確認しておきましょう。まとめると、健康診断ではクレアチニン、GFR、尿タンパク、この3つの項目をしっかりチェックして、自分の腎臓からの SOS を見逃さないようにしてくださいね。そして腎臓病の原因としては、多くは生活習慣病による動脈硬化などなんですが、腎臓の感染症や自分の免疫が腎臓を攻撃していたり、はたまた遺伝の病気の場合もあるので、数値が異常であればまずは原因を探る必要があります。受診するかは腎臓が専門の腎臓内科がおすすめです。追加でシスタチン C という項目を測ったり、また1日のおしっこを溜めて精密な分析をする方法などがありますので、しっかりと検査をしてもらいましょう。そして普段できる予防方法としては、自分の持っている生活習慣病を可能な限りコントロールしていくことが一番の慢性腎臓病の予防につながりますから、生活習慣病を放置しない、やめない、とにかくここが重要です。特に糖尿病、高血圧、尿酸値が高い人、数値のコントロールを頑張っていきましょう。当チャンネルの動画や書籍も参考にしてくださいね。はい、では今回の内容をまとめると、クレアチニンは男性なら 1.2、 女性なら1を超えると注意が必要。2や3まで上昇したらすぐ病院受診を。しかし性別や年齢によって基準値は変わってくることは覚えておいてください。クレアチニンを使って GFR の値を計算すると、より正確な腎臓の機能がわかります。60を切っていたら要注意ですし、45を切っていたら絶対に病院に行くこと。今回はこの2ポイントは絶対に覚えて帰ってくださいね。明日のあなたを助ける予防医学として役立ってくれるかもしれません。また腎不全の症状に関する動画も合わせてご覧いただくと、腎臓についての理解が深まると思います。動画について高評価でも低評価でもいいので、評価していただけると今後の参考になるので、ぜひお願いします。それではまたの受診をお待ちしております。